森は鈴木ザイオンがミラン戦勝利後に舞う約束のダンスを披露。24日のセリエ A 第2節でミランをホームに迎え撃ったパルマ。引き分けスタートの中で迎えたミラン戦だったが、2対1で競り勝ち、今季初白星をつかんだ。2戦連続で先発した鈴木は初のクリーンシートこそならなかったが、計4本の枠内シュートを防ぎ、最少失点を記録。昨季2位のチーム撃破に貢献した。試合後には CBS スポーツのイタリア版の中継エリアに登場。試合前から勝利した際にクリーピーナッツのダンスを披露すると約束していたため、有言実行で披露した。面白すぎる。ゴールキーパーって、常に冷静沈着で寡黙みたいな固定観念があるのでな。貫禄あるな。なんかもう馴染み方がすごいな。アジアカップのあれはもう遠い思い出だな。最後のピースが揃った。協会トップと監督が変われば期待が持て、夢が見られる。鈴木を獲得したはずだったのに来たのはフェラーリだった。めっちゃ褒めるやん。欧州への選手輸出数は日本はブラジルに次いで2位。この20年、いや10年で時代は変わったな。マジで？いつの間にそんなことになっていたんだろう。アルゼンチンやアフリカ諸国よりも多いのか？にわかに信じがたいが。ザイオンは満遊拒否したことでもわかるように第2ゴールキーパー扱いじゃパルマでないよな。ザイオンの密着ドキュメンタリー見たけど成長志向しかない超ストイックな選手だから。国防さんとこれから切磋琢磨、日本代表ゴールキーパーは誰になるのか、興味津々。楽しませてもらいありがとう。国母ブライアンや野沢大使ブランドンたちと切磋琢磨して、いつかはノイアーとテアシュテーゲンみたいな贅沢でハイレベルな代表性ゴールキーパー争いをしてほしい。シャイナザイオンが頑張ってたな。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。